ヘルボルト・ヘイズ・レクオーのサガ。ヘルボルト・ヘイズ・レクオーのサガとは、13世紀に成立した伝説のサガ、物語である。他の何本かの古いサガから要素を取り出し、まとめたものではないかと考えられている。このサガは、その文学的品質に加え、いくつかの理由によって、価値のあるサガとみなされている。この佐賀には4世紀に起こった、 コート族とフン族との間の戦争に関する伝承が含まれており、また佐賀の後半はスウェーデン中世史の資料として用いられている。また、JRR トールキンが中津国の設定を構想する上で、この佐賀にインスピレーションを受けたと言われている。この佐賀はティルビングという剣にまつわる物語である。この剣はスバフルフラーメオートドゥリンにおける、 ベルセルクのアルングリームルのものとなる。アンガンチュールは、サム政党における、スウェーデンの英雄、ヒャールマル、との戦いで命を落とすが、同時にヒャールマルも致命傷を負う。ティルビングは同伴していたヒャールマルの友人オルバル、オットル、弓、この名手オットルの命の手によって、アンガンチュールと共に埋葬された。ティルビングをその墓であった。 彼女は、盾持つ乙女、シールドメーデンであり、家出した後サムセイ島の父の墓に向かい、亡き父を呼び出しティルビングを求めた。その後、ヘルボルは家に戻り、グレススベリルと結婚する。そしてこのサガは、彼女の息子、ヘイズレクルを殺してしまうが、興奮度の助言を受けながら、後にレードゴートランドと名乗る男が、ヘイズレクル王の前に現れて、問答をする。 この男の正体は、オーディンであり、ヘイズレクローに式が近いことを伝えて、姿を消す。その後、ヘイズレクローは、カルパティア山脈で野営中に捕虜に殺される。ヘイズレクローの息子である、アンガンチュールは、下手人たちを探し出して、復讐を果たし、奪われていたティルビングを取り戻す。ヘイズレクローの息子たちである、アンガンチュールとフロズルの支援を受け兄を攻める。 その戦いの中で、妹のヘルボルは命を落とす。しかしフロズルは、破れて、兄が手にしたティルビングで殺される。その後、アンガンチュールの息子ヘイズレクルウールブハムは、レードゴートランドは息子、アールブダンを設ける。イバルイカは、スウェーデンの伝説的な王まで連ねられている。しかしこの部分はおそらくサガの残りの部分を別々に、寄せ集めたものであり。 後世の工程によって統合されたものではないかと考えられている。この差がのある部分は、しばしば振る、エッタに含まれることがある。例えば、ヘルボルがアンガンチュールの例と語る場面は、ヘルボルの歌、または、アンガンチュールの目覚めとして、またアンガンチュールとフロズルの争いは、フロズルの歌、または、噴戦争の歌と呼ばれている。 この佐賀は多くの写本の中に残されているが、特に大きく三つの番に分けられ、それぞれ H 番、R 番、U 番と呼ばれている。H 番と R 番は特殊詞の写本に残されていたものである。H 番とは1334年没のハウクスボークのものであり、およそ1325年頃のものである。R 番とは15世紀頃の写本。 m s 2 8 4 5 4通のことであり、この写本はコッペンハーゲンのデンマーク王立図書館に保管されている。U 版と呼ばれている版は、ウプサラの大学図書館、カロリーナレディビバ、所蔵の R715 とコッペンハーゲンの大学図書館所蔵 AM203 フルにそれぞれ部分的に残されていたものである。この版は17世紀頃のものであり、 ベリンガーホルトに住んでいたシラ j n アーレンドソン1672年によって書かれたものである。しかしながら、これらの資料の間にはいくつかの相違点がある。例えば、R 版は最も原版に近いとされているが、しかし最初の一章と最後の部分が欠けている。その一方で、ヒャールマルの詩の歌を含んでいる版でもある。また、R 版は H 版よりも U 版に近い。 H 版はゲストムブリンディについての記述で締めくくられているが、R 版はちょうど12章の終わりの前で途切れている。しかしながら、H 版には2つの17世紀の写し、AM28142 と AM597 ビット42があり、それらには H 版に見られるゲストムブリンディの謎かけの場面が残されていた。学校届。 紛族戦争の主題はとても古いもので、四世紀初頭から中頃の出来事に基づき、千年以上も語り伝えられ、再録されたものと考えられる。その非常な古さの証拠として、この佐賀に登場する用語に、純粋なゲルマン語形が認められ、ラテン語の間接的な影響を受けた形跡が全くないということが挙げられる。例えばゴート族の俗名を表すグリティング、 東ゴート王国、ラテン語系では、グルツンギア、ティアフィング、西ゴート王国、ラテン語系、テルビンギといった言い方は390年頃公用、いられなくなったようである。作中では、ゴート族が粉族と戦争状態にある中で様々な事件が起きる。ゴート族の首都、R ヘイマルにあたると考えられる。ただし、 用語によって本作が歴史的事実を背景としていることが証明されるとは、いえ、事件の描写それ自体は他の資料と容易に整合するものではない。本作に登場するヘイズレクル・ハイスラクアの名前には他の資料に登場するエルマナリク・アーマナリックとの類似が認められるので、ヘイズレクルのハイスアは名誉、栄光を意味する。一方エルマナリクのエマンマイナスは、 このルド語系縄文土で偉大の意味である一つの可能な解釈としてヘイズレクル・ウールブハムが歴史上のゴート族の王エルマナリクがエルマナリクは110年生きたと記述しているもしそうであるならばヘルボルとヘイズレクル王の佐賀は他の資料では触れられていないゴート族の歴史の一部を反映しているのかもしれないこのには JRR トールキンの作品の読者であれば 見覚えがあるような部分がいくつもある。例えばそれはロヒアルムであり、闇の森であり、魔法の剣を引き渡す亡霊が現れる墓であり、ミスリルの鎧であり、女児史的な戦闘であり、燃え立つ剣であり、そしてドバリンという名のドワーフたちである。JRR トールキンの末の息子であるクリストファは、1960年に、このサガを翻訳し、ザ・サガ・オブ・キング・ハイドレック・ザ・ワイズ、 聡明なヘイズレクルオーヌサガと題した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。